活躍する金川選手なんですけども、ちょっと幼少期だったりどうやって育ってきたかっていうのはすごい視聴者の皆さん気になると思いますんで、どういう家庭で育ったかとかまで聞かせてもらえると面白いので、どんな感じで幼少期の頃サッカーと出会って今に至るんですかね。小学校の時に、まあ、ミニバスか、サッカーかっていう選択を年生の時にこうする流れがあって、で女子はもうミニバス、男子はサッカーに入るっていうなんとなくの流れがあって、で私もまあ女の子でそのじゃあミニバスに入部しますっていう紙に書いてミニバスに出したんですけど、もうその当時ずっともう男の子の友達が多くて、もうずっと毎日外でその子たちと遊んで、まあ、サッカーも本当にその中でずっとしてたんで、本当はサッカーがしたいけど、まあ、流れ的にミニバスだからミニバスってなったけど、やっぱり自分がやりたいのはサッカーだったんで、まあ親にやっぱりサッカーがやりたいって言って、ミニバスの練習に1回も行ってないのに、結局行かずに入部届を取り下げてもらって、サッカー部に入れてもらって、まあだから遊びの延長っていうか。なるほど。なんでその時にミニバス選んでたらっていうところは絶対ありますよね。全然違う人生だ。そうですね。本当選択の連続ですね。そういう意味、そういう意味では。うん、まあ自分の親も自分がやりたい方に、をやればいいっていう、まあずっと本当にもうその小さい頃から、まあ、大人になるまで本当にじゃあ上に上がるにつれて選択をする段階でも、うん、親は好きな方を。好きな方を。うん、自分がやりたい方をっていう感じだったんで。私もあまり相談するタイプじゃなかったんで、まあ、こういう風に決めました、こういう風にしたいっていうのをもう親に報告するで、こうしたいんですけどいいですか、でいいよっていう感じだったんで、反対もされたことないですし、でもそれでもやっぱり、まあ、遠いところに1時間ちょっとかかる高校に行ったりとかもしてたんで、まあ、送り迎えしてもらったりとか、そういう本当にサポートはしてもらってたんで、最大限応援してもらってるのはもう小さい時から今も変わんないっていう感じです。お寿司屋さん、今神奈川県の方ですね。そうです。ここに住所載せてきますので。お願いします。はい、はい、さあ、お兄ちゃんのパン屋の、パン屋さん、あ、お兄ちゃんのパン屋のパン屋さん。それも全然ないですね。多分言われてたら嫌だなって思ってたと思うんですけど、でも試合見に来たりとかはあったんですか。あまりその土日だったりっていうのはあまり来れてはなかったですけど、もうそれも中学とか高校ぐらいになった時に大きいなんか大会とか、そういうのに行った時ぐらいで、普段の試合とかは全く見に来れず、全然来なかったですね。サッカーの話は全然しない。家で帰ってもしないですね。兄も4つ上だったんで、もう全然相手にしてくれないって感じだったんで。お兄さん何かやられてました。兄もサッカーしてたんですけど、あまり兄とサッカーした思い出もそんなになくて、同じチーム、同じチームですけど全然もうほぼしてないです。あ、関わりなかった。はい、まあ、兄がやってたから、まあ、サッカーを身近にあったっていうのはありますけど、なんかよくね、兄弟で入ったらやっぱ比べちゃって、僕がとか、僕が私がでね、なんか競争になったりとかは全くなかったんですか、その時は。全くなかったです、ね、それはかなり良かったかもしれないですね。かもしれないですね。お兄ちゃんにこう構ってほしいっていうのはありましたけど。あ、そうなんですね。なんだろう、もう全然遊んだ記憶もそんなにないというか。え、そうなんですか。うん、もう本当にずっと自分の友達の男の子たちと、サッカーをずっとしてた。特に嫌いとかそんなわけではなくですよね。あ、全然兄の友達と遊んでほしかったですけど、兄が遊びに行くときに。ああ。だけどこうもう4つ違うんで。そうですね、確かに。なんかもう兄は兄の遊び、こっちはこっちの遊び。あ、なるほど。もう自分の
友達と本当に小学校の時はもう本当学校終わって一回ランドセルを置きに家に帰って、うん、また学校に集合してサッカーするっていう毎日でした、ね、なるほど、うん、やっぱそうやってなんか自分が夢中になってた、いやもう本当そういう環境があったんですね、うん、好きでって感じですね。だから別に親にやらされたっていうこともないですし、もうゼロに近い、そんなもうゼロです、ゼロ言い切ってます、ゼロです、ゼロゼロもう自分やりたい 100% です、はい、これがやっぱりそこまで継続できるなんか秘訣かもしれないですね。高校の時は強かったんですか？そんなんなくて全然もう本当にちっちゃいサッカーチームだったんで、全国大会、もう全然中央大会なし、大会なんてもう何の話って。なるほど。12、3年ぐらいしか同じ学年にいなかったんで。なるほど。もう全然そのためとは程遠い。そういうことですね、はい、じゃあ中学校に行く時に、まあ、周りにそんな女子のサッカーチームとかなかったんで、はい、サッカーどうしようってなった時に中学校にのサッカー部に入れてくれる、男子の中に入れてくれるって言ってたんですけど、その時はまだ女子は試合に出れない、ない、はい、公式で、登録で、あ、ありましたね、昔は、あ、出れないって言われてたんで、それだったらつまんないなと思って、うんうん、試合に出れないのはだったらもうサッカーやめた方がいいかなって思った時に、ちょっと知り合いの人から、やめようかなみたいな、1時間ちょっとぐらいかけた、まあ、隣の市の横須賀にまあ、それこそ強いサッカークラブがあって、でそこに行ってみたらっていうのを紹介してもらってサッカー続けられたという。なるほど、うん、それがあの横須賀シーガールズ、あ、シーガールズですね、うん、有名な女子サッカーチームですね、うん、大野しのぶ選手、ワールドカップ優勝メンバーでいうと矢野京子と同い年でもうずっと一緒だったんで、天然オリンピックに出た山本恵美ちゃんっていう今の現役だった、田崎の、あ、なるほど、選手とかなでしこリーガーには結構いろんな選手、なんか神奈川県って女子サッカー結構盛んだったんですかね、なんか有名な選手が、え、川澄さんとかは違う、は、はい、クラブは違うんですけど、でも神奈川の、そうですね、え、大友は石ガールで一緒でした。怒るやん、大友もすごい選手だから、今海外のコーチやってるから台湾中止だよ。2回ぐらい決勝行かなかったですか？2回決勝当たってたイメージが、そうです、私が1年生で、こちらが3年生で、